この動画はネタバレ入るので、ストーリー終わってないっていう人は気をつけてみてください。じゃあ今から話す内容は全部ネタバレになります。クワイエットがストーリー後半離脱して、それをね、取り戻すために7回、エピソード11をクリアしなきゃいけないんですけど、その7回もね、成功法でやるの結構だるいんで、今回お金とか GMB とかを全く気にしないで、とにかく早く終わらせる方法です。これエピソード11静かなら暗殺者ですね。誰もが多分思いつくかなっていうような内容なんですけど、まずストーリー始まるとここから始まって、双眼鏡でクワイエットにマークつけます。これ毎回必ずこの位置にいます。でマークつけたらもうヘリで、攻撃ですね。ヘリ爆撃をかけます。これで終わりです。ただ、そのまま隠れているとクワイエットはヘリ攻撃を察知してどっか行ってしまうので、これでちょこ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 、射撃構えるなり、姿勢変えるなりして、崖から体を出してください。この時ね、撃たれても大丈夫だと思うんですよ。で、ヘリが爆撃来たら、もう、クエとターゲット、体力がなくなると真ん中に絶対移動してくるんで、もう走り始めましょう。ダダダダーと走り始めて、ほら、クエと来てますね、来てますね。来てる、来てる。で、これ爆撃、HP 削っちゃって大丈夫なのみたいな。あると思うんですけど、確かにクワイエットは多分殺傷方法で7回これクリアしてもカウントされないっていう記事もあるんですけど、おそらく殺傷にカウントされるのはここなんですよ。ここで撃った場合にカウントされないため、これ撃って7回クリアしてもクワイエット戻らないですけど、多分爆撃とか、普通の攻撃スナイパーライフルとかでやるのであれば大丈夫だと思うんですよね。ここで撃たない限りは、非殺傷になるので、これで7回クリアすれば、現に僕もこれ7回、この方法でクリアしても、クワイエット戻ってきたんで大丈夫です。で、今どうだろう、正味戦闘時間1分は絶対かかってないと思うんですよね。こういうヘリの待ち時間とか、ムービースキップとかで、ちょっと時間使っちゃってるんですけど、なので、なんだろうね、これ。多分、戦闘時間はおそらく30秒ないくらい。ただ、こういう待ち時間、ムービー入れると、どうかな。動画の時間見てもらえればわかると思うんですけど、4分くらいはかかっちゃうのかなって思いますね。それがね、ちょっとネックだけど、ただもうここは削りようがないので、いかに戦闘時間を早くするかなと思うんで、おそらくこれが最速かなっていう僕の予想感。もっとね、強い武器とかが開発できてれば、スナイパーライフルヘッドショット一発とかで終わるのかもしれないですけど、そこまで開発進んでる頃にはクワイエットもね、手に入るかいらないと思うんで、多分クワイエット取り戻したいっていう方にとっては僕くらいの多分開発状況だと思うんで、これが最速なはずです。この辺はねどうでもいいんですけど、なので今回ね、これがクワイエットを復活させる方法最速かなっていう動画でした。クワイエットはね便利ですからね、偵察してくれたり戦闘になっても助けてくれたり、あと親密度がねちょっと上がると勝手にね自分で撃って自分で敵を眠らせてくれるので、そこがねいちいち指示して撃てとか言わなくてもねいいのが便利かなとは思いますね。はい、じゃあ今日はこれで終わり、バイバイ。僕ブリーチがすごい大好きで、渋谷ヒカリでやってた20周年かなのブリーチ原画展に行ってきたんですけど、あれマジでやばかったね。ただほぼほぼ撮影が不可能で、ちょっとね動画作りたいなと思ったんだけど、作るとしてもグッズくらいしかないからできないな、悲しい。